今日何の日か知ってますか？何の日？4月13日大イベントの日です。大イベント？今日は二階堂金子さんの誕生日。どういう大イベントですか？ごめんなさい。今すってんころりんしてたよ。ねねちゃんがすってんころりん。すってんころりんじゃないですよ。すってんころりん、心臓落ち着いてたから。今一番大事なところだったんだから。ごめん。すってんころりんじゃったわ。わざとまである。なんでやり直します。今日は大イベントです。大イベント、三階堂きみとすの誕生日です。あ、うわ、知らなかった。え、どうする、どうする、どうする、なんか用意した？いや、まだ何も用意してないですけど、何でも聞いてあげる件だけ用意してきました。エロ、エロ、何さ、一日何でもしてあげる件って、エロ。じゃあなんかさ、え？プレゼント、なんか面白いプレゼントちょっと考えてみて。え、分かった、なんか考えとくよ。キムタさん、最終、金持ちはレイラさんと、一日、私はむちゃくちゃにしていい件だっけ？なんだっけ？序盤に集めよっか。何それ。決めた。飛行場にいたときにちょっといいのを見つけて。何ですか？あのさ、飛行機のウルトラライトってあるじゃん。まあまあ倍率高いのか。ウルトラライト？あの紅の豚みたいなやつ。ある。はい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 。コーヒーマスター。そうそう、あれどう？クーバー人気だから高い。それにするわ。ちなみに。須藤さんでしょこれだって。何のこと言ってるかわかんないかもしれないけど。ああ、なるほどね。何も変わってなければ。うん。今日君とさん9時に寝る。急ごう。いないかな、飛行機売ってくれる人。病院にそうな記憶あるけど。鳥野さんが確か売ってくれるな。カジノの7293のガレージの前まで。一回見た方がいいか。じゃあ、こんにちは。こんにちは。ラリーレさん、また会いました。あ、ノビさん、こんにちは。こんにちは。元気なモズだ。鳥野さん、いるかな。鳥野くん、飛行機を買いたくて。お客さんがいらしてます。航空機のこれすぐ来るって。あ、乗るときだからすぐ来るんだから。よかった。ロングフィンですね。行きましょう。ロングフィンはいらないから。ロングフィンはいらない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 。いらー。アイアンバーガーはいかがですか？手持ちがあんまなくてね。治療もしますよ。エビンプラップいかがですか？これすっごいんだから、手厚い。あ、ご飯は買いたい。ご飯、ご飯ある？ご飯は欲しいな。ないんだ。ないんだ。ないのかい。ないんだ。トイのご飯なら5万円です。あ、買いたい。何か今3丼と天丼ならありますけど、3つずつしかなくて、もう9個しかないけど、 9×5万円はいくらですか？4500万。4500万。450万だね。待って、このトースト食べかけ。食べかけだよ。その価値があるんだろう。え、あ、そうか。そうだ、2価値で、そうか。カジノ、カジノ。え、9個全部こんな感じなの？初めて止まったよ、サドヘリ。これ事件あるやつ？端っこが。あの子トースト45万円です。あの子トースト。ただいまー。手を買って。あ、来ましたよ。お客様？あ、どうも。失礼。こんばんは。こんばんは。なんだっけな。なんとかライト。買いたくて。紅の豚みたいなやつです。ウルトラライト。うんうんうん。一人乗りの紙飛行機みたいなやつですか？そうそう。ああ、それを2台。1台。わかりました。じゃあすぐ仕入れます。渋いって思った今。ちょっと渋い、安いなって思った。そんなこと、わざわざ来たのに渋って思ったよね。そんな、うわ、気が乗らねえなとか全然思ってないですよ。全然思ってないです。そんな、ありがとうございます。本当に、はい、最近なんでね、お船もね。そうですね。じゃあすぐ仕入れに行きますよ。お願いします。お邪魔しました、すいません。ありがとうございました。キミトさん、何のお話ですか？いや、あのパテです、話してるの。なんすか、キミトさん。話して何ですか、キミトさん。じゃあ、何について話そうかな。じゃあ、戦争で、清掃で話聞きます。ありがたいお言葉が聞けそうなんで。黒のデベスって、今キミトさんが。ちなみにアイリスどうでした？アイリス、駐車場のとこ止まってるから。俺久しぶりに起きた時、キミトさんうんたらの話、なんて説明されたと思います？なんて説明されたの？ボスのことを見限って、もうこんなとこいられるかってアイリス行きましたよ。ひどすぎる。負けもんじゃねえか。あいつマジで裏切り者だな。何もモズ女子からは得られない、なんかキャピキャピ感をすごい
アイリスで大丈夫それ鼻の下伸ばしてたのキミちゃんなんすかそれはキミトスあれあれキミトスさんアイリスの女性陣の方が若々しい今モズ下げたモズ下げてた今ちょっと聞いてほしいキミトスさんモズ下げてたこれはナンバー2ナンバー2の俺の言葉だお前たちあ聞かないといけないお前たち聞かないといけないモズ女子のみんな何ですかちょっとキャピキャピ感があった方が男の子は頑張ろうと思ううるさいなよくないわキャピキャピ感ってどういう感じ口を急いで泣いたのか確かにまあキャピキャピ感ってどんな感じいやまあ逆にねその参考になるこれはちょっとできないけどキャピキャピ感をおはよう会議みたいな感じでしょナノちゃんはそんな感じじゃないそんなんじゃないモズだってキャピキャピしてるだろうが再現してよ再現ちゃんとかもねなんか可愛らしい声はしてると思うんだけどやっぱちょっとこうちょっとこうダメ出しされてるうさぐさ私とボア呼ばれたお姉ちゃんとボアちゃんはなんかあの美人系の声してるこの私黒のデビスって私のじゃなくて乗れなくなったからああ了解でもなんかその一線引いてるやんなんかあはいはいプリズマで迎えるはいお願いしたいですあ俺使うから大丈夫よその前のめりな感じどうしました前のめりな感じ前のめった方がいいですかちょっと一回一人ずつやってもらえる前のめりこの下り何死ぬぞっているこれナンバー2からの言葉だから今偉い今ナンバー1の言うこと聞きますねカイン君の上ですよねじゃあ俺普通のギャングやるわじゃあ一般のギャングなんで前に入ってくるんだなんで乗ってくるんだ男性が入ってきた役やるわ無線に入ってきた時のってやつですかあじゃあそうだねじゃあシュガピちゃんの感じでいくよおはよう誰かいるはい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 このキャピキャピ感ちょっと一旦一人ずつもらえるかなちょっと練習してくるうんえそんなにじゃあボアちゃんからいこっか練習なしっすか私はカイン君がおはよう誰かいるって言ったらあの俺がシュガピちゃんやるってこと？いや違うちょっと変えるのあちょっと変える台本変えるのカイン君がおはよう誰かいるって言ったらおはよう私いますよって感じでああそっちバージョンね受け側の方ねボアいますみたいな名前でいこうかレイダーいますみたいな確かにはいじゃあ無線でいくのねまあ無線でね。一旦無線でいこうか。公開処刑。おはよう誰かいる？どこだ？おいいまい。誰でも誰今の。なんか衝動的やるよね。衝動的だった。もういいけど路線が違うかったんだけど。ボアちゃん良かったけど。あもしかしてこのままでキャピキャピ感を出すってことですか？いやいやボアちゃん良かったよ。よしよかったよ、もらってる。かわいいかわいい。かわいかったね、今の。小動物だった。元気くれそう。明るくなるね。うん。なんか男の子はやっぱ元気になる、こういうので、みんなで。じゃあ次、ナタラ君挨拶してもらって。レイラさんが思う、ちょっとキャピキャピギャル系のノリ。キャピキャピ。削り待ちだ。じゃあ、お願いします。はい。おはよう。誰かいるまで。いるまで。おはようございます。そうだよね。てか兄ちゃんも聞いてたじゃん。だって。シンプルに可愛かったかもしれない。今のが今の良かったね。しかも自然だよ。ニートが入ってくることによってちょっと明るさ得たな。もう今のは良かったね。可愛かった。いいな。気使ってたんだけど。ボアちゃんの次ニートちゃんだとは思わなかったな。じゃあ俺行くわ。おはよう。誰かいる？私いるけどなんか文句ある？強気強いいいねギャルだギャルいいわギャル来たギャル掴まれたな今いいね怖くなかったないいめっちゃいいじゃあ満を持していよいよお姉ちゃんの番
満を持して満を持してやな。じゃあ怪奇からのお姉ちゃんでお願いします。俺からなの。藤川さんおはようございます。なさしおはよう怪奇さじこいるよ。わー確かにそうだね。いいそうだね、まあ、スラッシュスラッシュスラッシュしてるな。で、あの男のみんなは私早いもんだって。その食べるぐらいの感じで吐息多めな感じかな。アイリスで求められてたのはそんな感じ。求められてるんだ。いただいていいですか。いただいていいですか。それぞれ欲しいですけど。じゃあキミトスいきますね。おはよう、キミトス起きました。うぅ、そわそわする。うわぁ。なるほど。やっぱりアイリスとモズのリアクションちゃう。めっちゃこれでキャーってなってたよ。キャーってなる。キャーってなってた。それは用意されてんだよ。だって、うん、それは物珍しさとかね。まあね。だって、いや、これ多分違う。あの、持ち帰らせて内部崩壊狙ってますよ、これ。そういうこと。そういうこと。流行るんじゃねこれっつって。まんまと実中にハマってた。うちらやってないけど。危ないですよ。ガキちゃんの野郎はやりやがったなあいつ。内部崩壊狙いか。まあでもみんなの問い聞きたいですけどね。一旦ね。一旦応援いただきたい。じゃあ海輝くん。人生。生きてやれ。海輝ですか。じゃあやっぱ誰かいるって女の子に言ってもらった方がやっぱ会社すんじゃん。そうだねそうだね。じゃあレイラちゃんからの海輝で。いや、藤子さんの方がいいんじゃないですか、海輝さんは。ああ、そうか、そうか。じゃあ、お姉ちゃんお願いします。おはようございます、藤子来ました。誰かいる。おはよう、山田くん。いや、でも悪くないぞ。悪くないよ。いや、悪くないぞ、マジで。いいなぁ。悪くない。なんかエコーかかってた。海輝だった。海輝だったな。いや、でも思ったより悪くなかった。めちゃくちゃ良かったよ。やめて、褒められんでも嫌だ。モード入ってたな、今。いや、今良かった。なんか、うん、美男子やったね。路線変更した方がいいんじゃない、海輝。あ、やめてやめて。海輝、海輝。しばらくそれで行こう。山田と行きたか。何学んできたんすか、マジで。トイキングってことか。トイキング、それは違う。トイキング最高。それは違うだろ。トイキングめっちゃおもろいわ。ダタルの聞きたいな。一番嫌がりそうだろ。そうだな。一ちゃんハマりそうな気はしますけどね。確かにね。ただいま戻りました。あ、ダイヤさん、ダイヤさん、お帰りなさい。これに返さないと。ナタル、あれ、これに返す感じで、吐息頼むわ。え、吐息、吐息頼むわ。ダイヤくん、お帰り。あー、いい、いい、イケボじゃん。いい、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 ダイヤさん、困惑してるよ。惚れちゃうよ、ダイヤくんが。竹文字が出るまでガチガチなんだ、これ。マジで二度とやんの。多分ダヨさんも多分味方変わりましたよ、ナタルさんへの。あー、まずいな。色気感じてるなってなってますね。まずいな。いや、有意義な時間だった。まあ楽しい時間をここまでということで、今これで全部ですか、向こうで学んだことは。あ、まあもう終わらなくなっちゃうから。これで全部か。男子多いから。あー、これで終わりか。ニトちゃん、もうすぐ着く。救急カインくんくらいまで聞いといたかった。あ、ニートちゃん、ニートちゃん呼んでくれ。カイン君無線で。ニートちゃん、救急で待ってるよ。イケメンやわ。かっこいい。いいね。誰なん。あ、今の多分ニートさんがキュンってなってるわ今ので。最高です。カインさんマジいいな。え、何ってなってるよ。え、マジでなってるよ今のは。でもちょっとキモさ足したんだけどな、おかしいな。いやちょうどいやよかったよかった。素晴らしい塩梅でしたよ。ダヨさん、さっきナタルさんが吐息聞かせたの気づきました。え、違和感なかったな。全然なんかあ、はいって感じだった。ああ気づいてないな。ああ、さすが飲んでるだ。飲んでる。飲んでる。ナタルさん思ってるよ。
飛んではいますけど、それから反応がないですね。ミントスの誕生日おめでとうなんで、お願いします。いい感じに合わせてもらって。救急入りました。はい。お話はお待たせしました。はい。さあ、ってことはこの絵は集まったのは、あ、僕がちょっとパテの招集だよな。さっきの件でちょっといろいろ思うことあるんでしょ。そうそうす。もうだいぶ最近溜まってっかね、パテも。この際一回ちょっと話した方がいいんじゃないかな。そうね、最初、まあ、今日の朝一からもそうですし、ボスがいないからって言ってちょっと一瞬で緩み出した感じもあって、うん、これで捕まるっていうのも良くないし、なんかな、なんかどうだろう。ちょっとさっき帰っても話したんですけど、まあそうですね、うん、まあ正直僕は今の状態だったらもうモズにも痛くないなぐらいっすね。何だから、さっきの、まあ僕らが話したことを言ってやって。こんなこと言うとあれですけど、まあ、ちょっと連携的なのがちょっとまあ欠けてたかなとは思います。まあ、火事の のところの打ち合いとか、まあ、俺が言うのもあれですけど、竹さんが捕まるのとかやっぱもったいないし、竹さんは一番打ち合いで生きないといけないのに、そこで捕まってしまったりとか、まあ、俺自身もちょっと良くないところもあったんですけど。俺を普段から練習してればいいんじゃねえのか。そうっすけど、いい話パテさんとしてました。そう、たるんでるなって思ったから僕はこれを持ってきた。これ持ってきてどうすんの。先端の皆さん、先端の先っぽない、先っぽねえよ。歪まれてるだけになってるんですね。歪みです。あ、もっと入ってんのな、それ入ってんだな。はい、相手事務所で構えてるっていうことだよな。うん、意味は分かりますよね。何する気だよ。皆さん、せーの、キミトス、お誕生日おめでとう。ビビった。俺ビビったか。おめでとう。なんか全然喋んなくなっちゃったじゃん。どうしたの。全然喋んなくなった。どうしたんですか。みんなありがとう。ありがとう。ちょっとダッシュで私取ってくるものがあるから取ってきていい。うん、それもあるんだよな。僕はちょっと一瞬取ってくるから、あんま急に用意できなくてこういうのないからさ、僕からはこれとこれを弾けろよ。おわ、ありがとうパテ。すぐ使え。最悪だ。誰のこれ。なんじゃこりゃ。急ぎ。飛行場。これ。飛行場です。はい。でもあれ乗って帰った、あの。どっちかが乗って帰ってくれば。どっちか。行ける？あれ運転したことある？ないですけど、ある？ないよ。舐めても銀行じゃないとダメですよね、お金って。そうだと思うよ。じゃあ買ってもらっていいですか。いいよ。私700万しか入ってないや、まあ、なあ。じゃあ乗って帰ってきてください、救急まで。任せろって。いや、自分で染めた方がいいな。オッケー。え、運転できそうです。やばそう。やばそう。頑張るよ。パフェさん、今何します。あ、もう救急戻るよ。か、あ、ごめんなさいごめんなさい、そうだそうだそうだ、あぶね。やばい。キミトスくんいる。救急車通ってます。ソニー、今キミトさん出る。カインくんどこにいる。もうすぐ着く。着きたい。病院前来れる。え、タイヤなくなった。ちょっ、終わってるって。キミトス君、明日になるかも。カインさんはどこだ。
病院の前ぐらいだけど、救急に頑張って向かう。ワンチャンある、ワンチャンある。大丈夫？ワンチャンある。捜査官終わってるって。終わってるよこれマジで。捜査官マジ何これ。近くでだったらどこでもいいよ。止めたいよ俺はね。アイさん来た？行ったな。どこだ。じゃあカイン君俺もう寝るわ。みんなプレゼントとかありがとう。キミトスも寝ます。おやすみなさーい。キミトスさん、おやすみなさい。おやすみなさい。壊れてるよ。これ使ってもらえる日は来ないな。使ってもらえる日多分来ない。あ、大丈夫ですか？ダメだね。ダメだったか。キミトさん寝ちゃったけど。全然。後日渡しましょうこれ。ちょっとこれあのね無理これ本当に無理だわ。ちょっと練習してからじゃないと渡せん。難しいかな。うん。はい、大変お待たせしました。いやーとんでもない。視界も悪かったからね。次は成功しますよ。頑張るよ。私はね、あれ着陸するときも早い段階でエンジン止めちゃって、エンジン切るんだ。そのまま完成で。あ、そうなの？やってるけどそれでも事故るから難しい。さあもう止めようと思ったらもうスーパーボールみたいな感じでバイーンって飛んでさ。そうなんだよ。だよね。もう50キロとか70キロだと絶対跳ねちゃうので。いやあれむずいわ。むずいんすよね。いざという時はコンビニディーラーの方に聞いてもらって。わかった、ありがとう。こネケトイさん。よいしょ、あれだ。どうしようかなったら。何これ、うん、石野のケツ。転売。何ケツ？転売ってかファンの人に。はい、ケツ譲ろうかな。ケツのファン多いだろうけど。何？石野のケツ。あ、ケツ？そうなんだ。欲しい。ちょっと危ない。ケツってなんだ？アナウンサーわかりやすいな。あの、あれを携帯を。のびさん、もう一個じゃおまけもあげます。はい。ごめん、一人助けてあげてほしい。どうしました？どうなってんのこれ。これ、空き巣ごっこです。ごっこかしてないですよね。ごっこです。はい、ごっこです。ごっこね。よしよし。今日はこれでいい。ありがとう。本当だ。これでいいやって何？